自由に動いていいよってカメラマンさんが言ってくださって、で本当に思ったままに動いたんですよ。普段どっかで遠慮してたり気を使ってたりして自分を出せてなかったけど、今日の撮影を機にもっと素の自分で好きなようにやっていこうって思えたのでよかったです。クラス替えとかしたり、あとやっぱメンバーとかと一緒にいる時間が長くなったら、初めはやっぱりおとなしくてっていう風に思われるんですけど、仲良くなるとよく喋るし、こんなに面白い子だと思わなかったっていうのはすごい言ってもらえます。もともとちっちゃい頃からずっと笑ってて、笑顔だけは唯一褒められてたので、なんか楽しんだり人を笑わせたりすることはすごい好きです。ピアノやってる？やってないです、うん、何やってるの？どれ？タイトルやってる。どこにいてもやっぱり輝ける人になりたいなっていうのはあるので、後ろの方にいても前の方にいても端っこにいても真ん中にいても人とは違う何かが出せるような笑顔だったり表現力だったり、そういうのを身につけていっぱい見てもらいたいなって思うし、やっぱりいつかは演技のお仕事とかもしたいなっていう目標はあるので、どんどん勉強していきたいなって思います。そしたーえい。堀井美央奈っていう人間は自分でもわからないぐらいちょっと変わってるんですけど、皆さんに愛されるアイドルになるために、私がこれからも皆さんを愛していこうと思っていて、一瞬一瞬を自分らしく飾らずに生きるっていうのが目標なので、これからもそばで支えてくれると嬉しいです。よろしくお願いします。